チャールズ・フェアチャイルド、チャールズ・ステビンズ・フェアチャイルド、チャールズ・ステベンスフェアチャイルド、1842年4月30日から1924年11月24日は、アメリカ合衆国の実業家、政治家、グロバー、クリーブランド大統領の下で、財務長官を務めた。1842年、チャールズ・フェアチャイルドは、ニューヨーク州マディソン郡カズノビアにおいて、 シドニー・フェアチャイルドとヘレン・フェアチャイルドの息子として誕生した。フェアチャイルドは1863年にハーバード大学を卒業し、1865年にハーバード法学大学院を卒業した。フェアチャイルドは1874年までニューヨーク州の法律事務所で弁護士として務め、1874年にニューヨーク州副検事総長に任命された。 その後1875年にニューヨーク州検事総長となり、1877年までその職を務めた。そして、検事総長退任後、フェアチャイルドは弁護士業に復帰し専門的活動に専念した。1885年、フェアチャイルドはアメリカ合衆国財務次官補に指名され、ダニエル・マニング財務長官の下でその任についた。フェアチャイルドは、 マニング財務長官の右腕として、精力的に活動した。そして1887年、マニング財務長官が健康的問題により、辞任すると、フェアチャイルドは財務長官代行となった。その後、グローバー、クリーブランド大統領は、フェアチャイルドを正式に財務長官に承認させた。フェアチャイルドが財務長官に就任した当時、連邦政府は重税により大きな余剰金を、 抱えていた。フェアチャイルドは過剰な金額が国庫に蓄積されることを避けるため減税を行った。さらに財政資金を市中銀行に預け入れる計画を立案したが、これは議会によって否決された。そこでフェアチャイルドは市中銀行から国債を買い戻すことによって余剰収入を削減したが、議会の厳しい批判にさらされた。しかしながら、 フェアチャイルドのこれらの政策によって政府の常用金は市中に出回り収支の均衡を図ることに成功した。1889年クリーブランド大統領の任期満了に伴ってフェアチャイルドは財務長官を退任した。その後フェアチャイルドはニューヨーク証券新宅社の代表取締役に就任し1904年までその職を務めた。またフェアチャイルドは アトランタシャルロット航空鉄道の代表取締役とエディ・ピッツバーグ鉄道の理事長も務めた。1924年、フェアチャイルドは82歳で死去した。フェアチャイルドの遺体はニューヨーク州マディソン郡カズノビアのエバーグリーン墓地に埋葬された。ありがとうございます。